わざわざ東京からね、甘いもんじゃないよ。それは分かってます。子供の頃からの夢だったんです。どうも、はじめまして。うまいっす。大好きです。はい、お弁当。あ、ありがとう。七戸町では生まれた子供の医療費を町で出しているんだよ。あ、そうなんだ。それに産後のママの検診費用も補助してるんだ。大間さん好きか。うん、そうか。